俳優、山崎育三郎、37、が2024年1月に東京、有楽町の日生劇場で開幕するブロードウェイミュージカル、トッチー、で、女優デビュー、することが30日、分かった。名優、ダスティン・ホフマン、85、主演の同名映画が原作で、売れない中年俳優が女装したところ一躍スターになってしまうコメディ。美しい女装姿を公開した育三郎は、皆様をメロメロにします、と役になりきって呼びかけている。演劇界屈指のイケメン俳優が、日本初上陸のブロードウェイ作品で華麗な、転身を遂げる、トッチーは、ホフマンが主演した1982年公開の大ヒット映画が原作。女装してオーディションに臨んだ売れない俳優が、女優としてスターになっていく姿を描くコメディーだ。設定を現代に置き換えた舞台版は、2019年のトニー賞ミュージカル部門で最優秀脚本賞、主演男優賞受賞など計11部門にノミネートされるなど話題に。今回、日本初演となる注目作で、主演女優。を託されたのが、舞台をはじめ映像作品でも輝きを放つ育三郎だ。ミュージカルを原点に多くの作品で実力を磨いてきた演技派。制作側から、トップクラスの歌唱力、演技力を持つ山崎さん以外に思いつかない、と起用され、ブロードウェイミュージカルのコメディに初挑戦することが決まった。主人公の俳優、マイケル・ドーシー&女優のドロシー・マイケルズについて育三郎は、過去最高に音域が広い。ドロシーの歌声は女性のソプラノのキーまで行く、と難しさを説明。米演出家のオーディションを受けて役を射止めており、かなり早い段階から高音の女性の発声をすごく勉強しました、と振り返る。